はい、こんにちは。理学療法士の岸です。元理学療法士の麻人です。今回もまたちょっと岸にいろいろ聞いていきたいと思うんだけども、はい、コミュニケーション能力ってあるじゃん。まあ、やっぱり高いに越した方はないと思うんだけど、はい、ちょっとこうコミュ障の人って多分この動画見てる人も、まあ、世の中的にも結構たくさんいると思うんだよね。そういう人が社会で成り上がるためにはみたいなっていうことについてちょっとざっくり聞いていきたいと思うんだけど、ちょっと趣旨とは変わっちゃうかもしれないんですけど、コミュニケーション能力ってふわっとしてるじゃん。多分じゃあこれ見てる人も大半の理学療法士がコミュ力高いと思ってると思うんだよね。まず自分のことっていうのも、よく面接とかしてると、患者さん受けがいいとか、おじいちゃんおばあちゃんから好かれますみたいなことを言ってくる人いるし、自分が働いてた時もまあそう思ってた。でも実際俺コミュ力そんな高くないと思ってて、まあ中の中ぐらいかな、本当に普通かなと思うんだよね。じゃあコミュニケーション能力って何なのかっていうのをまず定義した方がいいと思ってて、この定義って俺が決めれることじゃないからあれだけど、仕事で成り上がっていくためのコミュニケーション能力っていうのを定義したくて、で仕事でうまくいくためのコミュニケーション能力って、まずこうやって話しててうまく話せるかどうかとかじゃないと思うんだよね。気が合う人と仲良く話せるのって、それは誰でもそうじゃん。気が合う人がいるんだから。まあそうだね。その人とはペラ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 喋るよね。それをコミュニケーション能力が高いとか言っちゃうと全員高いよって話じゃん。俺の中でこのコミュニケーション能力が高い人っていうのは、誰とでもそういう状態になれる人、気が合わない人とでもってことっていうか、気が合わない人が少ないってことかな。極論言っちゃえば誰とでも巻き込んでいけるというか、俺は結構自分の中で苦手なゾーンっていうのがあって、俺は年上の人、年上の経営者が大勢いる、8人ぐらいでゴルフコンペとかやったりとかして出かけたりとかで、先輩みんな40代50代が多いんだけど、男とかに行くとあんまり存在感を発揮できなくて、これだと次の仕事に繋がらない、当たり障りなくできるけど、次個別で会いましょうかとかになりづらかったりするので、逆に理学療法士の懇親会とか、セミナーの懇親会とか、特に年下の人たちがいるコミュニティとかに行くと結構仲良くなって一緒に授業をやろうとかなるんでね。まあ麻人くんとかもさ、ためだけどさ、同世代とか年下とかだったらすぐ仲良くなって、めっちゃ距離近くなって、で一緒に仕事やろうとかなる、まあ、これも作れない人もいると思うんだよね。でもさ、俺はこれが結構自分の同世代とか年下とかに寄っちゃう、で年上の層とはこんなに距離が縮まらないっていうのがある。だけどこれ俺と同じ世代でも上の方に行ってもめっちゃそこで一回行ったら存在感を示して次から仕事につなげてくる人もいる、逆に下の方がダメって人もいたりする。理学療法士でいうとじいちゃんばあちゃん得意だけど 4,50 代の男性苦手とか、そういう人いるじゃん。すごく仲良くなって、こう人が自分に対して特別な感情、その他大勢よりも自分のことを大事にしてくれるっていうようなコミュニケーションの取り方ができる人の幅が広い人っていうのがコミュ力が高い人かと思う。あー、なるほどなるほど。あと俺パリピとか苦手なんだ。いや俺も超苦手。パリピは無理。ウェーイとかやってるのがコミュニケーション高いとは思わないよ。別にそれがコミュ力とは思わないんだけど、ウェーイって言ってる人とも仲良くなって特別な関係になれるし、オタクでカタ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 マニアックなオタクの人とも仲良くなれるみたいな、こう全ジャンル自分が他の人と比べて特別な存在になれるような関係性を作れる人がコミュニケーション能力の高い人かと思うんです。いやーなるほど。だから俺は低いわ。麻人くんも俺から見たら高いって思うんだけど、それは俺が知ってる麻人くんなんよね。あーなるほど。麻人くんの苦手なゾーンっていうところを見てないから、だから面談とかするだけだと一概には測れないと思うし、立場とか環境とかにもよると思うんだけど、結局人生単位で長いで見た時に、全ジャンルの人と特別な関係を築けるような人が最強じゃん。そうだね、それは間違いない。これも見る人から見たらコミュ力高いって言われるし、そうだね、見る人から見たら低いって言われるし、でこういうのがある時点でそんなに高くないと思うんだよね。なるほどなるほど。であともう一個、今の切り口とはまた全然別の切り口で、コミュニケーション能力が高いかどうかっていうのは、なんか物事このゴールに対して最短距離に近いところで進めていけるか、人を統率して進めていけるかっていうところ、まあこれマネージメント能力とかとも似てると思うんだけど、なんかやっぱウェーイってやれるのがコミュ力じゃないな。例えばスケジュールを調整しなきゃいけないってなった時に、今の病院で飲み会がやりますってなった時に、グループラインにいつがいいですかとか言って聞く人いるじゃん、これってコミュ力低いと思うんだよね。それやるとさ、みんなが好き勝手言って、ね、まとまらない、まとまんないじゃん、まあ、だからこっちであらかじめみんなが良さそうな日何かピックアップしてあげて、この中で一番いける人が多い日で開催しますみたいな形にしないと物事が前に進まないじゃん。物事を前に進めるために人の話を取りまとめてここに持っていくっていうコミュ力、まあ、これコミュ力ってはまた違うのかもしれないけど、なんかそういう進行をうまくできない人いるなと思ってて、会社とかやってるとさ、そういうのがあるともう進められないんだ。だからうまく人の話を聞きながらこっちで決めていける人、でこの決めるのを少ない工数でここまでいける人っていうのもコミュニケーション能力に当たるのかな。まあ違う能力なのかもしれないけど、俺の中でコミュニケーション能力っていうのはそういうこと
妹と最初に行った方と後者の方とこれらだと思うんだよ。だから、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんとうまくいい関係性築けますよとか、うん、飲み会でウェーイってできますみたいなのとは違うと思うんだよ。まとめると人と特別な関係になれる、うん、これの幅、うん、全ジャンルの人と特別な関係になれるだけの振る舞いができる人っていうのが1個と、うん、物事ゴールに対してなるべく少ないコースでここに集団を進めていける力がある人かなと思う、うんうん、がコミュ力がいわゆる高いことだ。で、そうするにはどうしたらいいのかっていう風に自分に足りない部分を磨いていく必要があると思うんだよね、うんうんうん、で、なんかまあ余談だけど、まあ、いろいろそれを考えてた時に、うん、俺はやっぱ年上の人とコミュニケーションがうまく取る、うん、特にサシだったらできるんだよね。サシとか4人ぐらいまでだったら上の人とかと話してても、しかも仕事の話すれば割と面白いこと言えるというか、ある程度の人までは話せる、うん、ホリエモンとか来たら無理だけどだけどまだ年上の経営者でも人数が少なくなればできるけど、例えば8人とか10人とかなってくるともうそこで声を上げられないよね。だから当たり障りのないガヤ芸人になって、ガヤ力もそんなに高くないから、いやなるほどね、爪痕残せなくてこの飲み会行ったけど何人も次に繋がらなかったなみたいになっちゃう。それは周りがすごくてあまり自分が発言できない感じだ。なんか空気に圧倒されちゃう。そのパターンもあるの。自分より格上の経営者ばっかりだった場合はまあそうなる。でもそれはしょうがないかなと思ってて、だけど格上じゃなかったとしても年上なだけで俺結構そうなるのね。8人とか10人とかいると、なんでかなって考えると、うん、俺と同い年でもっと事業規模で言うと少なかったりする人でも溶け込めてる人もいて、だからあんま事業規模とか関係ないと思ってて、でもその人たちを観察してるといじれるんよ。年上でも変わらないっすよみたいな。あーなるほどね。ウェイみたいな、それは違いますよみたいな、とか。記者はそれできないんだ。いやこれできないよね、なんかこれもまた分解していくと、それをやれる相手もいればやれない相手もいて、なんでかってこれを考えた時に、優しい人に対してはそういういじりができる、年上でも、いじっても温かく迎えてくれるっていうのが自分の中で確信を持てる人とはできるし、関係性がある人ともできるけど、初見で怖そうなオラついてる上の経営者とかにはできない。なんでかっていうと、多分それを言うのは怖いんだろうね、自分が。 でもそれを実際にやってる人がいて、それでも受け入れられてるからできるんだと思うんだけど、頭で分かっててもいけないんだね。潜在意識レベルで難しい。そうなんだ。何回でも殻を破ろうと思っても難しいから、まあ、俺は苦手なんだと思うんで、まあ、苦手とか言ってたら前に進まないから、どうしても必要な時はやらなきゃいけないと思ってるんだけど、結構そこって変えづらいから。逆にさ、そこまできちんと分析してるのはすごいよね。大体の人ってそこまで分析しない気がする。でも天然で陽キャの人って分析しないで仲良くなるじゃん。確かに天然陽キャは強い。逆に分析するから良くないのかなとも思ってて、まあ、これを人の気持ちとか何も考えない人ってガンガン自分の言いたいことだけ言っていくじゃん。それの頂点にいるのがホリエモンだと思うんでね。もうさ、周りのことが気にしないで、俺はこう思ってればーってやっていくじゃん、一切耳に入ってない。そうそう、そういう人多いじゃん。経営者の飲み会とかゴルフとか行った時に、トップ層って結構そういう人いるんだよね、でそういう人って別にもう考えてないんだ、周りの人のこと。いやなるほどね。俺のことはバーンみたいな、ブルドーザーみたいな感じで、はい、そういう人が俺苦手なんかもう黙っとこうみたいなからなるほど、コミュ障なんだよね。まあ、コミュ障とまでは正直言わないとは思うけど、世間的に言うと。でもコミュニケーション選手権みたいなのがあったら偏差値50ぐらいとかって、まあ真ん中ぐらいね。そう、あと陽キャ軍団も陽キャ差しの時はいけるんだけど、陽キャ3人自分1人とか陽キャ4人自分1人みたいになると、もう自分のターン来ないか帰る帰っちゃうんだ。いや苦手なんよね、陽キャパリピ。陽キャパリピは集団が苦手。ああそれは分かるわ。3人とかは大丈夫、別に嫌いじゃない、面白いし話聞いて。価値観が違いすぎるよね、自分が知らない世界いっぱい持ってない。それはだから面白いんだよ、面白いけど、ノリが入れない、自分がそのテンションにならないからね。もうなんか一回そこのギア上げれなかった時はもうしばらくそれが続いてると自分はどんどん下がっていくから、もう余計に入らない。で生き生きかして話振ってくれるけど、俺ももうなんかどんよりしちゃってるから、そのノリにんでウェーイみたいな、いきなり来られてもまあそうっすねみたいな顔引きつって何も言えなくなるからもう途中で嫌になって、じゃあ入りますって帰っちゃう。だからそういうコミュ力のないとこをなんとか改善したいなと思いながら、何年も改善できてないんで難しいんじゃないかな。なるほどね。そっか、キッシュもコミュニケーション悩んでるんだね。そうで、そういう飲み会に行くべきなのかどうなのかってところも考えるんだけど、人生の幸せを、ここあと1年の幸せとかを考えたら、別に行かなくても生活できるし、行かない方が幸せだから行かないって選択を取ってたんだけど、今後の人生考えた時に行って傷ついて試行錯誤する成長する機会を排除してんじゃん、自分で。その飲み会に行かないとか、この飲み会行きたくねえなとか思う時あるじゃん、やっぱあるけど、これに行って
って、そこに行くことでまた気づきがあるじゃん。まあ確かに。ここでこういう嫌な思いしたけど、これをどうやって改善すればいいのかなっていうネタをもらえて、それを試行錯誤してっていう、ね、成長できるじゃん、うん、そこで、うんうんうん。だから今一旦の目先の幸せを取りに行くと、人間としての幅というか、成長する機会を失ってるなと思うね。なるほどね。企業家とか特にそれ必要じゃん、うん、そういうやばい変な人たちとも関わって巻き込んでいかなきゃいけない中で、うん、俺はこうしてこの飲み会だるそうだから行かないっていう選択を取り続けていいのかっていうふうに思って行かないとなって思って、最近は行って玉砕してあもう二度と行かないとか思ってそうね、だけどちょっとそのポロポロ愚痴は聞くからねそれの繰り返しお疲れみたいな。そうそうなんだね。だからそんな余計なことも考えないで誰とでもコミュニケーションを取れるコミュ力お化けみたいな人もいるわけ、うん、だから嬉しいなと思うんだけど、朗報があって、朗報がある俺が最初、本当にコミュ障だったわけ、学生時代とか。どのレベル？飲み会とか行けたの？飲み会は行けたけど、コミュ障ってことじゃないんだけど、うん、合コンとか行っても、うん、別にそこで何にも繋がらなかったりとかしたけど、うん、合コンとかってやっぱ行けば行くほど分かってくるじゃん、うん、まあ、確かに、やっぱ楽しみ方分かってくるよね。そうそうそう、相席屋とか行っても何も残せなかったけど、うん、やっぱ若い頃そういうの行ってるうちに、うん、だんだんコミュ力が上がってくるし、うん、経営者から可愛がってもらえたりとかってしてもらえてたから、やっぱ成長はすると思うんだよね。うんうんうん、本当にこうコミュ力が低くて、例えば学生時代ってカーストみたいなのあるじゃん、うん、カーストって結局これコミュ力の総評価みたいな感じだと思う。あ、そうだね。コミュ力高い人が上に行って、うんうん、低い人が下に。そうだね。まあさ、運動できるとかテスト点いいとかそういうのもあるかもしれないけど、うんうん、コミュ力ピラミッドだと思うんで。確かに極論間違いない極論ね。それが俺全然低かったから、いじめられるまでは言ってないけど、うんうん、もう本当普通って感じなの。真ん中よりちょい下ぐらいに。そうだね、うん、いじられキャラなんだけど、あんまりいじられすぎるとムカついちゃうみたいな、あんまりいじられすぎると拗ねちゃうみたいな。いるいる。すげえ嫌な気持ちになって、あもういいやみたいになっちゃうタイプ。いや、なるほどね。だけど、まあ、それなりにね、爆発を踏んで改善しようと思って、いろいろ分析して、仮説検証して、コミュニケーションも上達してきた気がするから、なるほど。結局、コミュニケーションとは経験値なんじゃないかと。磨けるってことね。磨けるってことね。そう、先天的なものと後天的なものが半々ぐらいであって、後天的な部分もあるから、改善していくことはできるんじゃないかと思ってるから、なるほど。やっぱ飲み会とか行った方がいいかも。うん、行かない方がいいとかいう動画を上げてるからなんだけど、そう、コミュ力を上げ、成長考えたらね、コミュ力を上げたいとかそういう視点で言うと行った方がいいけど、うん、ただ行って何も考えてないんだったら意味ないと思う。自分の修行のために行くんだったらありってことだね、うん、なるほどと思いますです、はい、まあ、ということで、じゃあ今回はキッシーにコミュニケーション能力結構かなり広いところにあったんですけどもについて聞いていきました。今回の動画が少しでも参考になった、面白かったっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。理学療法士の働き方改革チャンネルでした。僕のやっている整体でセラピストを募集しています。お客さん1人見てもらうたびに5000円の報酬をお支払いする形です。週1勤務の副業からでも応募することができます。技術研修もしっかりやっているので、技術を磨きたい方、収入を増やしたい方、自由な働き方がしたい方、少しでも興味があれば下の概要欄に LINE の URL を載せていますんで、そちらにご登録していただければと思います。面談も随時受付中です。面談希望と送っていただければ日程を調整して面談もしていますんで、気軽にご連絡ください。